はい、おはようございます。こんな感じで、きれいに勉強机と本棚ですね、きれいに来てます。上がるかどうか分からないでしょ。何が上がるよ、これ上がる。完成の動画でな。こう流したら、次に強い方がいい、うん、こう流したら、こう強い、こう行った方が、ここは止めやすいからね。いや、ここも止めやすいよ、うん、クローゼットも。そうしようかな、うん、ここにしようよ。照明はこれだけですか、はい、あ、そう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 、部屋の真ん中と、あとダウンと、あ、ダウン、あ、これはダウンですか。1、2、1、2、3、4。あ、なるほど、これね。こんな感じですね。はい、今日はちょっとあれですね。線合わせて。自然にやってくださいよ。あ、木村さん、おはようございます。あ、お疲れ様です。はい、今から天井やってくるんですか。あ、じゃあ、クローゼットの枠って言ってください。はい、下地の枠。あ、田中君、ちょっと作業してもちょっとどこ。怖い。これですか。すごい感じだな、そんな。だいぶタッチがここにいるから、ね。出てるね。3センチぐらい悪かったからね。それで合わせるんですよ。一発打って角度決めて打つんだ。締めながら。正面優先の方がまだ音声は。
だいぶカフェの天井も出来上がっていました。あ、加藤さん、あ、お疲れ様です。まず撮ってこいと思ったよ。最近大工がね、伸びるんですよ、動画が。何が？上がるよこれ。上がる。完成の動画でな。あ、いい感じ。こんな上がって大丈夫かな。どういうこと？これは Bluetooth かな。これは木村さんおらんので。これなんですか？押し切りです。え？押し切り、はい、マキタ。これ誰のやつ？これ日立ですね。これは八田さんのやつ。あ、日立。あ、日立派もおるの。八田さんは日立派ですか？あんまり喋ってるよ、ダンさんに。そうやね、緊迫してる感じやな。そうやね、追い込みかかってる。かかってるね。ごめんなさい、邪魔して邪魔してごめんなさい。いい感じだったもんね。ありがとうございます、はい、じゃあ畑さんが最後切るところを撮って帰ろう。YouTube 撮りに来てみたいな。現場の確認しに来てない。こんな感じでやってます、ね、クロスさんパテをして上からクロス貼っていくんですけど、壁のクロスがね、珪藻土のクロスなんで、付け置きができないということで、ちょっと時間がかかるということで、今話してあります。はい、おはようございます。こんな感じで、ね、きれいに勉強机と本棚ですね、はい、きれいに来てます。クローゼットもこんな形で可動棚で上にパイプがついてますね、はい、クローゼットも可動棚でやっております。ちなみにここはではよろしくお願いします。